ステップ3、腰単一の,の干渉。と、この実験ちょっと見てみましょう。これが二0スレッドの実験なんですけれども、左側にはとレーザーなんで、そっちから出てくると、まあ、光は、コヒュレントな,な光というのは、それが、と はっきり磯が見える状態になっているでしょう。で、例えばこの回線があるところには、それが例えば波の最大のところなんで、プラスの方向で、それが考えてみましょう。で、その光はレーザーからこっちの方に進んでくるんですが、えっと、こういうと、こういうあの壁に当たって、この壁には2つの,の 穴が開いてます。この2つの穴はこれがまあダブルスリットといいますけれども。で、そこから波が出てきますが、えっと、形は変わるでしょう。で、これがカーブになるんで、でだんだんえっと光は進んでて、スクリーンに当たります。このスクリーンは昔の,の実験としてはえっと写真の,のフィルムに使ってたんですが、まあ現在としては。 えっと、電子の装置に使っているかもしれないんですが、こういうふうに見てみましょう。で、このだと光が出てくると、こういうパターンが出てきますね、えっと。明るいところと暗いところがある状態になるんですが。まあ、この場合には、バックグラウンドは白いからと、それはいいんですが、その白いところには腰が足らないと考えてください。 で、この赤いところと,としては、それが,が,が、えっと、光が当たるところで、ででその、えっと、フィルム、そのスクリーンの色が変わるところです。で、なぜ、こういうパターンにはなるんでしょう。これは、干渉になるんです。で、こういう図で,で考えてみましょう。これが、まあ、そのジオメティと,としては、えっと、あるところに,には、あの、 上のスリットと下のスリットから出てくる光の距離は違ってきますね。で、真ん中のところだったら、えっと、このスリットまでの,の距離は一緒なんですが、えっと、な、斜めに出てくると、その二つの、の、と、経路の長さは違うんですね。じゃあ、そうすると、 距離が一緒だったら、真ん中の方にはそれが波の相は合うようになりますからそ、れそれが、えっと、相はない場合には波が足し算になりますね。それが、普通には強め合い干渉になります。えっと、光は強くなるんでしょう。でもそれが真ん中のところで、それがデルタイクルゼロの書いてあるところなんですが、それだけじゃなくて、相は 2π 違ってたら、それが一周も,あ,もありますが、そ,れそうすると、いそ戻ってきて、いそに,に、また一緒になりますね。でそうすると、delta equals 0, delta e q u a l 2π, delta e q u a l 4π のところには、書くところには、えっ、ー、と、関数は強め合うことになります。が、えっ、ー、と、 逆の方向と,としては、その位相の差が π または 3π になるところには、それが、が一つの波は,はポジティブと一つの波はネギティブになっているので足し算に,に,にすると,と消えてしまいますよね。プラス1、プラス,プラスマイナス1イコール0な,なので、それ一緒な,なんですが、そうすると、とこれが弱,弱め合う干渉ですね。ディストラクティ e r f フ r e n c e です。 これが、まあ、強い光を使っている場合ですね。これが昔から知られているんですが。と一つのと有名なことが、量子と,としてはそれが波の,の,の性格とと a r t i c l の性格の両方がある,あるんですけれども、そうすると,と光が 強,くて強い場合じゃなくて単一の格子になってくるとどうなるんでしょうまあ、最初にはそういうパターンもできるんですが、だんだん、えっと、レーザーが減衰した光になるとどうなるんでしょうかね干渉としてはそれ二つの波が必要なんだよね。でも、一つの格子は 自分で、ね、で、それが2つの波になれるんでしょうかねそれが、それとも1つの波になるんでしょうかねさて、どうなるんでしょう例えば、まあ、1つだけのステッドを通ると考えてみましょう。そうすると、こういうところには、えっと、 まっすぐに来る場合はあるかもしれないんですが、ちょっと曲がってしまうかもしれないんですが、まあ、これが、えっと、標準分布の様子に見えますよね。さあ、これが、えっと、上のスリットを通る場合には、でも例えば、上のスリットをしまうと,と、下のスリットを通ってくると思いますので、 合わせると、これも,もう標準分布に見えますでしょう。真ん中のところには明るくて、上と下のところには暗いんだよね。光は当たらない。で、両方のスべッに通るとどうなるんでしょう。まあ、そういう標準分布に見たいに、ね、は足し算になると考えられると思いますけれども、これが粒子一つなので、一つのスべッだけを通ると考えたいんだよね。 でも、量子力学としては、えっ、ー、と、効果は違うんですね。そうすると、ちょっと見てみましょう。本当は、単一の,の,の格子は何,何百個一個ずつ取ってみましょう。そうすると、とスクリーンに当たるパターンはこう,こういうふうにはなります。書くところには、あるところには格子が当たって、次の格子はまあ別のところには当たるんで,で,ですけれども、連続にすると、と だだんだんパターンが見えてきますよねもう一回見てみましょう。最初からランダムに見えるんですけれども、時間が経つと、だんだんそのパターンが,が,が、えっと、模様が出てくるんですよね。連続にすると、これが、えっと、強い光と,と一緒なななに,になって、こういう模様が出てきます。パターンも先のパターンと一緒なんですよね。そうすると、一つの腰は、 自分と,としては干渉の状態はになる可能性があります。で、単一の更新はもう干渉は可能です。